やめるのか、先生。薬師寺天山、貴様なぜ生きておる？なぜ生きておるか。知れたこと、ウヌをこの手で討ち取るためよ。玄之介様、ようございましたな、おぼろ様。甲賀玄之介はあなた様の仕掛けた罠に見事はまりましたぞ。嬉しそうな顔をなされて、共に悪知恵を絞った甲斐がありましたの。あとはこの天禅にお任せくだされ。ムロが兵馬に仕込まれおったか。じゃが道術を使えぬお主など徳川のふぬけ侍にも劣るというもの。気分はどうじゃ、玄之介。命乞いせい。ウヌの態度次第では藩士藩将にて駿府へと引き連れ、大御所様へ目通りの後、存命の限りわしとおぼろ様の傍らに転がしておいてやらんこともない。悪い話ではあるまいが、おぼろ様、先ほど生き地獄云々と申されておったが、まこと地獄と申すものがあるならば、死してこの世に生まれ落ち200という4年、下脱も救済も欲することかなわぬままに、この天禅が相撲をておる狭間の世こそまさに地獄なり。
者か。これまでじゃ、玄之介。全然。遺言なら聞かぬぞ。そなた、その身に何を請うておる？甲賀への憎しみは、もこたる盲信となり、いつしか薄れ始めておった。己で痛い目に遭うたことのないものが増えたでの。貴様、まさか甲賀の濡れ衣、天正の戦の折、なんぞ計りごと。あれは伊賀絶滅の危機であった。だがまたとない好機でもあったのじゃ。織田の奇襲に乗じなければ、つば隠れの者たちは甲賀壇上とおげん様の中にほだされておったやもしれぬ。初代服部半蔵によって、後に不戦の約定など取り交わされてしもうたは大誤算であったがの。馬場様が壇上様と。天然、両家丸ごとたばかったか。たばかったのではない。憎むべき相手を忘れぬよう計らったのじゃ。私を恨むは筋違い。恨むなら徳川を恨むのじゃ。駿府の大御所を、天下の世継ぎ争いをの。そして甲賀者と生まれた己を呪え。玄之介様。なごうござった。ついにこの日が参ったのじゃ。玄之介様。